うん、実はまだ全然やっぱお茶はね、うん、お茶農家さんでも昔お茶農家っていうぐらいの、うん、そのやっぱり専門でやらな、うん、傍らでやって知らんもんじゃないと思ってるんですけど、うん、へえ、多分お茶農家で生活でき、うん、ね、やってる人はやってるんで、うん、やっぱり僕らみたいないろんな野菜育ててる人の傍らでやったらまあ申し訳ないぐらいの感じなんですけど、まあ、自分らのや、うん、お茶飲みたいなっていう、あ、自分らよ思いではやって、うん、あの京都の友達 の、うん、その無農薬でやってる子の、うん、からその種を、うん、とにあこぼれたやつもらいに行って、うん、みんなで拾って、うん、ほんでそれをあの4年ぐらい前に巻いて、うん、ほんで発芽してきたやつをこうやって植えてっていう感じで、うん、今ちょうど 4年目ぐらいになってきてます。4年で今回しか大きくなれへんの？なってないですね。2011年の3月11日に。これ何茶ですか？これもなんかね、お茶って、うん、もう緑茶なんですけど、緑茶その摘んで、うん、その乾燥させてとか発酵させてとかで、うん、ウーロン茶とか、うん、ああいういろんな種類に分かれていくんで、その収穫してからのその過程でどんなお茶にするかっていうのがすごい多分技術いるんですよね。うん、僕全然知らないんで、うん、もう摘んだ瞬間から発酵していくっていうんで、この子らはお茶の葉っていいやんな。うん、うん、すごいな、食べるお茶ってあるよね、うん、あるぐらいお茶って食べたらいいぐらいすごい色あるみたい。まあ、でもほんま新芽、今やったらちょっともう新芽出て、うん、もう緑になってきてるんで、うん、あの大人っぽい味するけど、お茶の味になってきた。うん、よく噛んだら新芽の時はほんまもうちょっと柔らかくて、ほんまにわ緑茶やなって感じ。へえ、うん、でもまあそれの何工程っていうの、あのお茶の葉っぱまで持っていくその技術が相当難しいっていうか、うん、とか言うて、もうじきないる機会とかソロちゃんの茶うつに来たら